はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日は結構初心者さんが悩みがちな初心者なんですが何をしたらいいのかどうやって進めていけばいいのかわからないそういった声結構あると思うんで今回はバージョン7.1時点で初心者がやるべきこと初心者脱出ムーブということで個人的に色々基本的に何をすればいいのかそちらを考えてきましたんでぜひとも参考にしてみてくださいというわけで早速やっていきましょう それではまずは一つ目、ストーリー。もうこれはね、徹底的にやりましょう。まあというのも、急いでやらなくていい。いや本当に楽しみながらやらないと、その先がマジで辛くなると思うんで、ちゃんとお話を聞きながら、ストーリーを進めていくと、いやマジでドラクエ10のストーリーってガチで面白いんで、自分も最初追いつこう追いつこうと思って、ひたすら話を飛ばしまくってやっていたんですけども、まあ途中からやっぱきつくなってきてね、で、ストーリー専用キャラみたいな感じで、ちょっと今一度こう読み直したらめちゃめちゃ面白いことに気づいて、まあ 今では結構楽しみではあるんですけどもじゃあなんでこのストーリーをやった方がいいかっていうとストーリーをやらないといろんなコンテンツができないからですねこれから紹介する初心者救済のコンテンツとか結構あったりするんですがそれらはストーリーを進めていかないとできないものっていうのが結構あったりするんでとりあえずバージョン2のストーリーを全部終わらせればまあいろいろと初心者救済のコンテンツってできるようになると思うんで頑張ってバージョン2進めてほしいんですけどもストーリーをやるメリットっていうのはそれ以外にもたくさんありまして例えば 経験値がめちゃめちちゃゃもらえたりとかその他にも、道中でいろんなアイテムを拾えたりとか、その中には、バージョン2ではちょっと少ないけど、バージョン3ぐらいになってくると、いろんなアクセサリー拾えるようになったりするんで、単純にやっていけば、自分がちょっとずつ強くなるし、お話だって面白いし、いろんなコンテンツも解放される。全部終わらそうと思うと、まあ、それはそれは膨大な時間はかかりますけど、ただ、逆に考えれば、それだけ、ストーリーだけでめっちゃ楽しめるということにもなります。まあよくある今バージョン ををクリアしたところなんでですすすが何をすればいいですかあ、まあ、結構そういうことをフラちゃんのライブで言われることあるんですがもうとにかくストーリーやりましょうメインはストーリーそこからちょっと派生しながらいろんな寄り道をしていくみたいな感じということでいいですねやるべきことはまずはストーリーそれを主軸に置きながらいろいろちょっと派生してでちょっとこう寄り道しながら遊んでいくっていうのがドラゴンクエスト10の楽しみ方ですそれが全て終わった後にあるのがエンドコンテンツと呼ばれる感じですねなんか強いボスと戦って みたりとかめっちゃアクセサリーを厳選してみたりとかまあ、そういったことというわけでストーリーやりましょう。 で、続いてなんですが、まあ、先ほどストーリーをメインにとは言ったんですが、まあ、それでもアクセサリーとかいっぱい作っていきたいですよね。で、基本的なアクセサリーの作り方というのは、こういうコインボスをバザーなりコイン屋から買って、それを魔法の迷宮に持ち込んで、ボスを倒してアクセサリーゲット。みたいな感じだと思うんですが、これ初心者があんまり知らない初心者救済のコンテンツがありまして、これ、ロスター。こいつに話しかけて、迷宮の主に挑戦っていうのがあるんですが、まあ、たくさんこうやってありますわな。これに書いてあるボスというのは、 このロスターにコインを1枚渡すことで報酬が4倍になって帰ってくるっていうそういう救済があるんでもうぜひともね初心者の方は基本的にこのロスターを最初は通じてコインボスたくさん行ってアクセサリーを作ってほしいんですけどもじゃあ実際に試しにやっていきたいと思うんですがじゃあこのバトルチョーカーが欲しいなとそしたらバトルチョーカーをゲットできるコインボスというのがこのアトラスコインじゃないですかまあこうやって詳しく見るってやると何がもらえるか書いてあるんでそれぞれコインボスごとに何がもらえるかっていうのを見て欲しいんですが じゃあこれコイン屋に話しかけると1万ゴールドとまぁ、あ、ちょっと待ってくださいそれちょっともったいない可能性あるんでああやってコイン屋から買ってもいいんですが旅人バザーでコイン見てアトラスコインを見てみるとまぁ、あ、このアトラスコインに関してはそんなにあれですけどまぁ、あ、ただこうやって2枚一緒に買えば1つあたり9000ゴールドみたいな コイン屋で買った時は1枚あたり1万ゴールド。特に値引きもなし。ところが旅人バザーであれば若干安めに購入することも可能。ちなみにバズズコインとかに関しては非常にわかりやすくて、コイン屋で買うと1万ゴールドなんですが、まあバザーで買うと6500ゴールドとか6600ゴールド。キラーマジンガコインなんかもコイン屋で買うと1万だけど、ただバザーで買うと6500みたいな。こうやって安く入手できることが結構ありますんで、とりあえずコインボスなんか行きたいってなったらバザーで見てみましょう。 中上げでこの1枚1万ゴールドの、まあ、これをバザーで買いましてこのモコモコハウスに飛んでもらってで先ほど買ったアトラスのコインをこのロスターででこの迷宮の主に挑戦を選択すると、まあ、仲間が勝手に検索されましてでマッチングしましたねでこれ知らない人入ってくるんですけどもまあそこはね MMO なんで気にしないでくださいで この銅像があるんで、そいつにアトラスコインを、はい、投入しますわな。でもすでにコインボスやったことある人ならわかると思うんですが、コイン1枚捧げると、ボスを倒した時に赤宝箱が1個もらえる、みたいな感じなんですが、ところがこのロスターを経由すると、1枚コインを捧げると、 なんと、アクセサリーの赤宝箱が4個入手することができると。なので、費用面で4分の1になるわけですね。それがマジででかい、このロスターは。じゃあ早速ね、アトラスをボッコボコにしていきたいと思うんですが、暗え方ケ剣あ、もう黄色いきやがった。早い。おらーなんか俺しか攻撃してないけど、あっさり終わりました。タイム20秒でした。で、そうすると、はい、このように、赤宝箱が4個も手に入ると。1枚投入しただけで、 いや、なんともお得ですね。ま、すべてのコインボスができるわけじゃなくて、最新のコインボスとかは、ロスターのお題に含まれていないんで、そこは注意してほしいんですが、迷宮の主に挑戦ってやつに、これ書いていないやつも実は、報酬4倍にできて、それがこのお題を見る。ここに書いてあるやつというのは、報酬4倍でいくことができるんで、先ほどのようにアトラスのコインみたいな、それ1枚投入して、報酬4倍にできるんで、まあ、ただ、これの注意点として、このお題に関しては、毎月1日と15日に更新されるんで、常にこれ これらの項目がずっとあるわけではないのでそこは注意してほしいなって感じなんですがまあ、これやると初回報酬で福引券だってもらえるしいやもう本当になんか一石二鳥というかまあそんな感じなんでなので初心者の方はアクセサリーとか作りたいと思うんですが行く場合にはこのロスターを経由していくことをお勧めしますまあ適当に機体職業で適当にコイン持ってってお題を見るとか迷宮の主に挑戦とかやれば勝手にサポート仲間とかであとはマッチングの使用上いい感じの構成になるんで職業とかは 全く気にする必要はないし構成とかも気にする必要がないそれがマジでいいところだと思うというわけでアクセサリー作りロスターから行ってみてください で、次はレベル上げなんですけども、まあどうやってレベル上げたらいいか分かんないみたいな、そういう方いると思うんですが、まずはレベル上げの基礎知識というか、それを紹介していくんですが、基本的にはレベルを上げる際には、この元気玉で経験値を2倍にして、さらにこういう経験値がプラス30されるような料理っていうのを食べて、経験値を2.3倍以上にして、フィールドとかでその他にも敵を倒してレベル上げをするみたいな感じが主流。ちなみにこの料理に関しては、まこうやってバーッと見ていくと、 経験値ががプラス5ってて書いてああるるものが結構あると思うんですよこれの星2以上が経験値プラス30%を加算されるやつなんで、まあ、とりあえずバーって見てこの1%のやつは論外として、まあ、この下らへんのやつプラス5%って書いてあるやつそれの星2を食べるのが結構いいのかなって感じこれバトルパッツァなんかは4万5千とかで買えるわけだし、まあ、結構コスパがいいのかなって感じはする攻撃力だって伸びるわけだし、まあ、本当にお金使いたくないっていうんだったら経験値がプラス20%にはなってしまう けど星1でもいいのかなって感じまあ、これなんかはね1個買うと1800ぐらいで済みますからとんでもなくコスパ最強ただ経験値は10%落ちちゃうよって感じっていう風にその元気玉と料理を基本的に使ってレベル上げをしましょうまあ、あとはこのエンゼルスライム棒とかまあ、これなんかはとりあえず被っておきたいですね左上に説明が書いてあるんですがレベル115以下で経験値が3倍になるんでまあ、なのでさっきの元気玉と合わせると元気玉プラスエンゼルスライム棒プラス料理で経験値が4 4.3倍なんで。まあ、なかなかエグいっすね。4.3倍は相当すごいと思います。じゃあまあ、それが分かった上で、だどこでレベル上げをすればいいのか。一番おすすめなのは、こちら。このワルキュウリに話しかけてもらって、まあなんか説明を覚えて、説明読んだらベジーク、ベジセルクって言うと、これ、強戦士の書がもらえるんで。で、これ大事なものから強戦士の書を見ると、試練の門のボスっていうのがあるんで、これ見てみると、なんか色々あるんですよ。これ行くとすっげえ経験値もらえるんで。 まあじゃあ実際に行ってみますけどもま,まず適当にサポートをフレンドでも誰でもいいんで誘いますわなレベル高い人がいいですまあこういう時にチームとか入っていると結構その辺が誘いやすいんでまあそういう意味でチームとか入っていた方がいいかもしれない で、一人必ず入れてほしいのが、このスーパースター。このスーパースターができる、このベストスマイル、もしくはミリオンスマイルをすることで、敵の経験値が1.5倍になるんで、最大で。マジでとんでもないんで。で、エンゼルスライム棒と、で、あとは元気玉と、料理を持って、じゃあ先ほどのこの強戦士の書に行きますわな。じゃあこのビッグモーモン行ってみましょうか、これ。で、そうするとこういう扉が出てくるんで、その扉の前で元気玉使って、まあもう料理はすでに食べてあるんで、まあ OK として、で、エンゼルスライム棒も っっていることとをししかりと確認しで、これ作戦に関しては、スパスタはバッチリにしてください。そうしないとベストスマイル使ってくれないんで。それらを確認したら、じゃあいざビッグモーモンにチャレンジ。まあ自分はできることやりましょう。まあ例えば今回自分遊び人なんで。じゃあ遊んでみますかこれ。よしまって、金締りになった。ちょっと待って。動けない。動けない。ちょっと待って。アクシデント。やめて。殺さないで。ちょっとやめてください。大丈夫。大丈夫。サポートが全部なんとかしてくれる。えー、で、これスパスタがミリオンスマイルしている。で、オッケー あと自分死なないように。死んじゃうと経験値もらえる、その数が少なくなっちゃうんで、絶対死なないようにね、適当に立ち回ってください。サポートを背にして。よし、オッケーで、これ倒すと、じゃあどれぐらい経験値もらえるかっていうと、13万っすよ。13万。 えぐくね一瞬でレベル上がりますよ、女も。で、こんな経験値が10万以上がもらえるやつが、なんと、こんだけあるわけですよ。で、例外として、このプラチナキングとメガトンブラザーズだけは経験値量がかなり多い。まあ、このビッグモーモンとか、なんかアイズゴールムとか、まあ、この辺はさっきの経験値がま、だいたい10万とか13万とか、それぐらいなんですが、このプラチナキングとメガトンブラザーズに関しては、それの3倍ぐらいあるんで、まあ、ただその分ちょっと難しくはあるんですけども、とりあえず初心者であっても、このビッグモーモン からエレメンレッドぐらいまでであれば簡単に行けると思うサポート次第では自分が放置していたとしてもメガトンブラザーズまでいけるまあこの辺に関してはまた後日動画は出していきたいと思うんですけどもまあそんな感じにねいやまあ行くだけで13万経験値とかもらえるやつがこれ週1回更新されるわけですから毎週日曜日でこれ仮に自分のが終わっちゃったとしても 他人のやつに参加することだって可能なんで、例えばフレンドがいるんであれば、そのフレンドのやつを手伝うという名目で、まあ、ちょっと経験値をしめしめといただきに行ったりとか、そういうこともできるわけなんで、まあ、とにかく初心者救済なレベル上げといえば、この試練のもんだと思う。また同時に紹介するんですが、基本的にレベルを上げる目的っていうのが、単純にまあ強くなるっていうのもあるんですが、まあ、ただ、こういうパッシブスキルと呼ばれる全職業で最大 HP プラス30とか、こういうやつをどんどん取っていくっていうのが、 最初レベル上げをする一番の目的でもある。僧侶とかだったら、まあ、例えばこういうやつですね。全職業で回復魔力がプラス10とか。武闘家なんかはこれ最大 HP プラス40もされるんで。こういうものをいっぱい取ることで低レベルでもすごく強いステータスになったりするんで。これらを全部取ったレベル1と全部取ってないレベル1だとじゃあどれぐらいの差があるかっていうと、まあ、ちょっと職業違いにはなるんですが、まあ、大体何もやってない何も取ってないレベル1っていうのはこんなもんですよ。HP23 とか、 HP が4とかもうガチでもうねワンパンで即死するんじゃないかっていうまあ、そういったレベルなんですがまあ、例えばこんな感じですよ HP143 とかこれ同じレベル1ですからね占い師とはいえどこれ素早さだって170とかあるわけですからでつけている装備に関してももう力の指は1個だけっていうねもうただそれだけただこうやってパッシブスキルをたくさん取っていることでまだ完全な状態ではないにしろ HP143 とかでこれ以上にもっと強くなれる今 HP 全部取ると220とかそれぐらい増えるんで レベル1の時点でも HP200 超えたりとかそういう感じになれるわけなんでなのでパッシブスキルというのは非常に大事それらを取るために最初はレベルをやりもしない職業でも全体的に上げていくっていうのが大事だと思いますまあそんな感じでレベル上げなんですが一応その試練の門以外でもいろいろレベルを上げる場所というのはたくさんあるんですがまあちょっと時間の都合上割愛させていただくんですがフィールドでちょっとレベル上げたいって思う人はコメント欄とかでちょっと質問してくださいいろいろ答えますんで まあ、あとはこちらですね。クエストリスト開いてもらって、この紹介されているってやつを見るんですよ。そうすると、このように、お役立ち機能とか、超お役立ち機能っていうのがたくさんあると思うんですが、これらを基本的にやっていくことで、かなり快適になるんで、まあ、というか、やらないと、まともにゲーム遊べないものもあったりするんで、そういうのをチクチクとやっていくって感じ。まあ、代表的なもので言うと、こういうやつですよね。愛と信頼の預かり所とか、この辺なんかをやると、預かり所が利用可能になったりとか、その他にも、夢の倉庫追加契 ととかやるる50種類収納できる新しい倉庫が使えるようになったりとか小さなメダルが交換可能になるようなそういったものとかそういうのが紹介されているクエストでたくさんあったりするんでまあ正直自分まだやってないものがあってまあ何とも言えないんですけどもちょっと説得力的にね。ただこういういのは正直 こう美容院でで使ええるるる色がが増えるとかそうういいっったもものののなんで俺が残してるものっていうのはまた、この中にやっぱ、絶対やっておかないといけないものっていうのがたくさんあると思うんですよ。それらをたくさんやっていくことでかなり快適になるんで、またこういう職業クエストって書いてあるやつですね。これなんかをやると、例えば海賊に転職可能になったりとか、ま、そういうことなんで、職業を解放していかないと、さっき言ったパッシブスキルも取れるものが少なくなってしまうんで、ま、あ 例えば、この海賊にしたって砲撃スキルを見ていくと、全職業で最大 HP がプラス10とかされる、そういうパッシブスキルが用意されていたり、このマスタークラスと言われるガーディアンなんかにも全職業で最大 HP がプラス20とか、結構あったりするんで、まあ、なので職業の解放とか、あとた超お役立ち機能、それらをたくさんやっていくことをお勧めします。 で、最後は装備の揃え方なんですけども、まあ、正直、バザーとかで装備を買おうとか、そうなると、めちゃめちゃ高い。例えば、自分が今レベル60です。じゃあ60で、じゃあ何買おうかなって、で、装備レベルを見るわけじゃないですか。で、60で装備できる最新のやつは、じゃあこの、スパイクバイザーだと。じゃあこれを見てみると、見てくださいよこれ。耐性がちょっとついてるやつなんかは13万とか、錬金効果とか何もついてない、正直装備しても、うん、みたいな、そういうやつでも、 あたり25,000とか、まあ、かなり足元を見られた値段で売られているわけですよそこで役立つのがイニシエのゼルメアとあとはこちらアストルティア防衛軍これらのコンテンツというのはレベル42以上の武器とか防具とかを無料でゲットできるんでマジで初心者救済ただし参加条件を見てみるとわかるんですがまずレベルが90以上であとはバージョン4のその導入とか書いてあるんですがまあそれはもうやってある前提でねまあそんな感じにレベルが90以上なの とできない防衛軍。 で、古のゼルメアなんかはレベル90以上はもちろんのこと、クエストで飛竜の末をクリアしていかないと、ここにたどり着くことができないんで、まあ、そのクエストの飛竜の末っていうのは、バージョン2のちょっと後半あたり、そこまで進めると、このゼルメアができるようになって、まあ、だから、そういう意味で、やっぱりストーリーを進めていかないと、こういうコンテンツもできないわけなんで、なので、ストーリーが大事っていうふうに言いました。まあ、今いるところがそのゼルメアって呼ばれる場所なんですが、まあ、ちょっとなんか中に入ると。結構 ことをお勧めするこの地下1回っていうのは、まあちょっと説明は省略するけど、理不尽要素があったりとか、5回に関しても理不尽要素があったりするんで、この地下20回というのは、その理不尽要素がカットされているんで、なので頑張って、ちょっと敵は若干強いけど、地下20回をお勧めする。で、こうやって欲しい装備のレベルが選べるんで、装備レベル42とか50とか60とか、で、四角ボタンとか特定のボタンを押すと、何の装備が出てくるとか、こういうのも見れるわけなんで、 こういうところで無料で防具を全部手に入れることができるし、で、あとは、ベリナードに飛んでもらうと、これ、酒場の中に入ると、防衛軍っていうのがあるんで、ここで防衛戦に向かうを選択して、まあ今だと好きなボスを選べるんですが、まあ通常はその時間帯でボスが変わるんで、例えばこの時間は、これ読み方わかんないです、いそうえ縁でいいのかなその、屍集団とか、まあこの辺とかね。であとは、ゾウマ兵団とか、 その辺が時間帯によって色々変わるんですが、まあ今の時間帯は好きなものどうぞっていう、そういう時間で選べるだけで。で、それらをクリアするともらえるコインとかアイテムを使って、これ欲しい装備色々交換できるわけですな。これプラチナブレードとかね。 まあだから自分の今のレベル帯にあった装備っていうのをゼルメアと防衛軍で全部入手することが可能なんでまあ参加レベルが90以上なんでとりあえず何かの職業を90レベルまでは持っていきたいそのためにはさっき紹介した職業クエストとかその他にもお役立ち機能のレベル解放クエストとかそういうのをちゃんと並行してやってでレベル90まで上げて防衛軍とかゼルメアをできるようにするっていうそうすれば無料で全ての防具とか武器が手に入るんでいやマジで快適になるでしかも これらで交換したとか、で、あとはゼルメアでもらった防具とか武器というのは、何の錬金効果がついてるかわかんないんで、そこもなかなかガチャガチャ要素があって結構面白い。まあ、例えばこういうもの出るんで、セーラスエッジ、原爆444で12%ついてるやつ。これバザーで買おうと思うと、多分6000万ぐらいする。そういう超貴重なもんが、こういう防衛軍とかゼルメアで出たりするんで、その辺もね、ぜひとも楽しんでください。 はい。というわけで、いかがでしたでしょうか今回紹介したのは、初心者だけど、何をすればいいかわからない。そういう方のために、初心者脱出ムーブを考えてみました。まあ、まとめると、まずストーリーやりましょう。ストーリーやって、お役立ち機能とか、で、あとはレベル解放とか、その辺を並行してやりながら、とりあえず一職業レベル90まで目指して、で、アクセサリーとか、その辺が欲しくなったら、とりあえずロスター経由でいろいろ作るとして、その際にコインボスを買うときは、基本的にはバザーで買うこと。レベル上げに関しては、試練の ボスをやればめちゃめちゃレベル効率的に上がるし武器とか防具に関してはレベル90いってるんであれば全ての武器防具が42レベル以上の装備の武器が全部無料で手に入るんでそういうムーブをかますとお金もあまり使わず効率的にドラゴンクエスト展を楽しむことができると思いますんでもう参考にしてみてください今回の動画はためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは皆さんまた会いましょうさよなら